はい、どうも、純座ベースボールチャンネルの純です。とりあえずちょっとね、まあオープニングトークでもやっていこうかなと思うんですけど、まあ髪を切りました、僕。美容室に、窪塚洋介にしてくれっていう風にね、頼んでね、まあこのね、オールバックの髪型になったんで、しばらくはね、これでやっていこうかなと思います。はい、まあサングラスもね、買ったんで、まあこれ別に気にしないでください。僕の趣味なんで、単純に。はい、というわけでね、まあ、楽天イーグルスを中心に野球分析系 YouTube やっているジンと申します。よろしくお願いします。まあ、質問来てました。まあ、石川修太選手の獲得はあると思いますか、また取りに行くと思いますかっていう話なんですけど、まあ、こういう質問が来てて、楽天イーグルスが多分取りに行くかっていう質問だと思うんですけども、まあ、これちょっと語っていこうかなと思います。まあ、結論ね、まあ、先発は補強ポイントなんで、まあ、取りに行って欲しくはあるんですが、じゃあ実際予算があるのかっていうところなんですよね、結局。まあね、石川修太選手、まあ、防御率 2.56、まあ、セーバー指標もね、非常にね、優秀であるというような感じで、まあ、吉球率とかも年々下がってきてるんで、まあ、ここら辺別になんか、なんだろう、特段なんか数字でまずいところっていうのはなくて、まあ、強いて言うなら、まあ、ちょっとね、フライ率が高いかなっていうところなんですが、まあ、別に今年だけなんで、フライ率高いのも。まあ、別になんか、特段なんか、じゃあ楽天に入って、でその先発ローテ取れないかって言ったら、まあ、ほぼほぼ確実に、まあ、2番手3番手に食い込む選手かなと思います。それこそね、2019年頃に、まあ、結構日本シリーズとかで話題になってパワーカーブが武器の選手だっていう感じで出てきたと思うんですけども、2019年は本当にパワーカーブの数字が突出してるんですが、まあね、今年は、まあ、カットボールとフォークの指標も普通に優秀で、まあ、ピッチバリューっていう指標があって、まあ、その吸収がどれくらい失点を防いだかみたいな指標があるんですが、まあ、カットボール、フォークも非常に優秀でした、それを見た限り。だけど、まあ、別になんか石川修太選手を獲得するにおいて、まあ、ちょっとね、リリーフやってたみたいな、リリーフでちょっとパ力増し増しになってたっていうところ以外、まあ、ショートイニングで結構その力増すっていうのはやっぱピッチャーどうしてもあるんで、先発をまあフルシーズン通してやってないっていうのが不安要素ではありますが、まあ、基本的にはなんかめちゃめちゃいい数字なのかなと。まあ、ただですね、ソフトバンクが3年5億提示してて、まあ、これソフトバンクファンには渋いって言われてるんですけれども、楽天ファンの感覚からするとだいぶ高いですよね、3年5億っていうのは。まあ、例えば楽天イーグルスって島内選手で1億2000万の4年契約だったり、まあ、あと早川選手とかはまあに至ってはもう3000万とかなわけじゃないですか。早川選手がまあ今年多分1億超えることって多分、まあ、俺はないのかなと思ってて、まあ、辰巳選手が今年で8000万なんで、まあ、そこはこのラインは早川選手多分超えないかなって個人的には思ってるんで、そこに32歳の先発で取ってきて2億3億っていうのはと考えづらいかなって思ってるのが正直なところですね。まあ、例えばその FA 選手の例で言うと、西勇輝選手がまあ結構近年では有数の大物先発だったと思うんですが、西勇輝選手は4年10億であるというような感じで、岸選手もなんだかんだ合意したところあたりではもう3億ちょいの年俸に収まってたかなってところで、確か4年12億とかだったかな。なんで、まあそれで3年5億とはいえど、結構その2億、1年あたり2億規模になってくるとちょっと額が大きいかなっていう思って、ではいますね、僕は。はい、まあそうですね。でしかも今32歳なんで、まあ、今から3年契約するってなると35歳になるんで、まあその35歳になってる時に果たして岸選手のようにバリバリやれてるのかっていうか、今思うとちょっと岸選手すごいなっていうところは正直あるんですが、岸選手みたいになんかこう40歳までやってくれるとかだったら正直数億円でもお得だと思うんですけど、実際32歳になってこう数字が下り坂になってきた時にどうなるのかっていうところを考えると、楽天イーグルスのなんだろう予算というか、最近のお金の稼ぎ方、まあ、観客動員数も去年まで非常に少なかったですし、そこら辺でどれだけお金を稼いでるのかっていうのは、予算を避けるのかっていうのは非常に謎なんで、まあ、実際楽天が国内 FA に手を出すかって言われたら非常に怪しいかなと思ってるところが、まあ正直なところですね。まあね、まあそこら辺もあって、まあ現実的に可能性は薄いんじゃないかなと思いますが、
まあ、もちろんねお金を出せたら欲しい選手ではありますっていう感じですね。でもどうなんだろう、実際その岸選手が FA した時に比べると岸選手よりはだいぶ数字は低いんで、まあなんかそれに比べるとちょっと割高かなっていう感じは、やっぱソフトバンク案件なのもあって否めないかなっていうのが正直なところですね。まあ、他にもヤフーレ選手とか、いう話題も出てたんですが、まあ、ヤフーレ選手みたいな外国人選手になってくるとまた話は違うかなと思ってて、まあ、正直その外国人選手とかって MLB の市場がこう FA 出揃うまでもうちょっと待ってもいいのかなと思ってるところはあって、外国人選手って本当海外に無限にいるんで、別に国内の市場からわざわざ探さなくてもいいし、なんならその MLB とかじゃなくてドミニカとかキューバとかいくらでも選手っているわけじゃないですか。なんかそこら辺も含めるとちょっとなんか、まあ、ヤフーレ選手、まあ、確かにゴロ率高くて非常に優秀なピッチャーなんですが、まあ、実際ねその三振率とかは低いですし、まあ、ECGM がこの手のタイプを好むかっていうのは非常に謎ではありますよね。まあ、だから先発タイプのピッチャーっていうのは絶対1人2人っていうのは欲しいと思うんですが、実際そのどこら辺に手を出すのかっていうのは、なんだろう、もうちょっと見極めてできるだけお買い得な物件が欲しいのかなと思いますよね。まあ、それこそバニュエルス選手とか全然使われなかったですけど、バニュエルス選手とか普通に1億円ちょいとかで取れるんで、まあ、ああいうねお買い得な物件全然、まあポンセ選手とかもまあ1億ちょいとかですか、ポンセ選手とかなんかそういうねお買い得な物件絶対流れてくると思うんで、まあそこら辺を待つのが吉なのかなと。まあ、ちょっと石川修太選手は高いかなっていう高いかなっていうところですよね。欲しくはあるけど、じゃあ実際三振めっちゃ取ってるかっていうとめちゃめちゃ取ってってるわけではないし、まあ、カーブピッチャーっていうのが結構組み立てむずいと思うんですよね。カーブとかって正直そのストライクからボールになるカーブを投げた時に空振りを支えるような球じゃないんですよ。カットとかフォークが結構増えてきてるってのは、まあ、カウント球には困らないと思うんですけど、実際その決め球っていうのは多分未だにパワーカーブだと思うんで、まあ、そこら辺ですよね。まあ、楽天イーグルスが手を出せるかってのはともかくとして、各球団がもう確実に欲しがる選手っていうのは間違いないですね。まあ、ただちょっと割高なんじゃないかなと、3年5億って考えるとちょっと割高なんじゃないのかなと思わなくはないですね。まあ、だから結構ね今年の選手そういう選手多くて、例えばその中日から FA になるライデル・マルティネス選手とかもいると思うんですけど、ライデル・マルティネス選手とかもじゃああれがもう5億6億7億とかの世界になってくると、しかもリリーフ希望ですよね、ちょっと高いなって思っちゃうんですよね。だからその多分今年に目玉になる選手でなんかこう、あこれ欲しいってなる選手が現状はまあ大城匠選手くらいかな。大城匠選手が年俸いくらだ、大城選手1億3000万ですか。大城選手とかだったら、まあ、正直2億とか出しても全然安いのかなと思うんで、まあ、大城選手が一番欲しいかなってところですね。大山選手とかもやっぱりちょっと数字下がってきてる割に高いんですよね。大山選手も高いし、まあ、甲斐選手も高いし、楽天のそのなんだろう予算とかコスパ主義で買える選手っていうのが現状、買える選手が買いたくなる選手が現状あんまりいないっていうのが、まあ、正直なところですね。なんかだから今年の FA 市場は正直なんかこう浅村選手とか丸選手みたいな数年間チームの主軸になるみたいな選手は正直、まあ、あんまりいないので、まあ、そこら辺がちょっと渋いなって思って言ってるところですね。外国人選手に期待なのかなと思ってます今のところ。新外国人 NPE さんってアカウントの方がいるんですけれども、まあね、そのページ見ててもやっぱりこう面白い選手多いなって思ってるところではあるので、まあね、おいおいその辺のね、紹介とかも動画でできたらなと思ってるんですけど、まあ正直ね、もう補強でしかも新外国人を視野にって入れると、正直ちょっと国内 FA は渋いのかなと思ってるのが、まあ、トータルの、正直な感想ですかね。まあ、というわけでね、国内の、まあ、先発とか、まあ、欲しいですし、まあ、梶谷選手とかもね、自由契約なんで、自由契約組は多分そこまで高騰しないかなと思ってるのと、自由契約組でも結構その数字いい選手とかっていっぱいいるんで、そこら辺でうまいこと賄えるんじゃないのかな、ピッチャーはと思ってるところですね、僕は。石川選手、もちろんね、予算があれば獲得しに行きたいっていうところではあるんですが、まあ、ヤフーレ選手とかも、まあ、ね、枠とか予算があれば獲得しに行きたいところではあるんですが、
正直その海外の外国人選手とか戦力外に絞った方がコスパよくいい選手拾えるんじゃないのかなって思ってるのが、まあ、今のところの意見ですねっていう感じで、はい、まあ以上になります。まあこの動画参考になった方はチャンネル登録高評価お願いします。それでは。